スタジオに奥様と一緒に来られましたけれども、とても身近な存在に感じられます。そのルヒト選手のプロフィール早速ご紹介しましょう。チャンピオンは城小泉さんがマネジメントをされています、ご存知ルヒト小泉、本名はルヒト・エスピノサと言います。フィリピンはマニラ出身の30歳、84年プロデビュー、89年にカオコーギャラクシーに1回 KO 勝ちし、 WBA 世界バンタム級タイトルを獲得、2度防衛しています。その後日本に来て城小泉さんとのコンビを組み、95年には日本でマヌエルメディアに12回判定勝ち、WBC 世界フェザー級タイトルを獲得、2回級制覇しました。今回が5度目の防衛戦となります。戦績は48戦41勝7敗、41勝のうち21の KO 勝ちがあります。浜さん、テクニック的にこの小泉選手はどういうタイプに入るんですか、はい、どういうふうに捉えてますか。私はバンタム級チャンピオンの時から見てるんですかね、はい、今とちょっとバンタム級時代が変わったんですけど、長い距離でも短い距離でも全部強く打ったパンチですね、もう全部ロングの打ち方で、それで今小泉さんの指導もあると思うんですけど、左を強く出したり柔らかく出したりと、はい、そういったボクシング、柔らかく使うボクシングもできてきたような感じしますね。最近このエキサイトマッチをご覧になり始めた方のためにですね、どうして小泉さんこのルヒトのマネージャーになるような展開になったんでしょう。そのいきさつちょっと教えてもらえますか。私がマネージャーになる前にですね、3人のマネージャーと決別しているんですね。マネージャー面運が悪かったっていう面もあったと思います、そして1年間フィリピンで干されてたんですね。でちょうど私がワールドチャレンジャースカウトっていう企画でその何回かやってた時に、ルイスの奥さんがですね、もう試合がなくて困ってると、一度使ってくれないかと、マネージャーになってくれないかっていう手紙が来たんですね、私はもうルイスともう終わった選手だと思ってたんです。そこでですね、じゃあ一度使ってみようか、その代わり強いのとやらせるよって、タイのチャンピオンで新ヌンヤマキ、37勝2敗ぐらいで35か6 k をしてたと思いますね、これはもう強打者、するとダウン応酬、両者はもう5度ダウンを交換する打撃戦でルイスノックアウト勝ちしたんですね、これはルイスとそれはまだいけるなっていうのがあって、それから次は名古屋で岩佐選手、その次はラオル・ペレス選手、それでメディナ、4戦目で世界チャンピオンになることができたんですね。日本の皆さんの本当ご支援のおかげで本当にベストチャンピオンになりました。本当に改めて、その世界のヒノキ舞台に立ったのはもう2年前ということになります、それから後の動きをですね、簡単にではありますがちょっと追いかけてみたいと思います。ダイジェストで振り返ってみましょう。まずはこれアレハンドロ・ゴンサレス戦ですから、これ初めての防衛戦ということになりますね。これ敵地ですしね、ゴンサレスは、ケビン・ケリーに勝ってですね、チャンピオンになったっていう、ね、強いチャンピオンになる生まれてた選手ですね。白のトランクスがルイスト・コイズミ。いや浜田さん、この時はね、はい、私たちも心配したんですよね。正直私はこの試合、厳しくなるなというふうに思ってたんですよね。今の思いはこの試合で自信つけてまた強くなったという感じしますよね。またルイスと小泉の今までの一番の最高の試合がこの試合じゃないですかね。見事なノックアウトを見せてくれます。これ1ラウンド目なんですけれど、本来カウンターパンチャーのルイスはこのラウンド出たんですよね。1ラウンド目、左フックに先にカウンターでダウン取ってから、これはさすがゴンサレス、盛り返してきましたよね。ルイスも気が入ってたのとですね、私がマネージャーになってからですね、ともかく首のトレーニングをやったんですよね、体操を見ろと。だからゴンサレスのパンチも結構食ってたんですけどね、そこで耐えることができたんです。ここですね、これは強烈でしたね。最後はすごい右のストレート、ハンドロ・ゴンサレスをノックアウトに沈めました。ジョーさんいますね。いやもうグアダラハラっていうのは本当に敵地の中の敵地ですよね。雰囲気は本当にゴンサレスが勝つのをみんな見に来たっていう感じだったんですよね。
ここで勝っただけにやはり嬉しかったですね。4ラウンドノックアウトでタイトル初防衛です。そして2度目の防衛戦、これがですねすごい観衆が集まったんですよね。この数です。約30万人集まったんですけどね。いや今一瞬天安門広がったと思いましたけれども、それほどすごい数です。このラウンド危なかったんですよ。この試合はあの映像だけでもその現場の雰囲気が伝わってきますね、かなり。そうですね、まあ、特にリングに移動する時なんか馬に乗ってきましたからね。ルイスはちょっと意識過剰だったですね。タガログ語で冷静にっていうのはイージーランっていうんですね、はい、マイラウンドイージーランです。落ち着いてやれ、自分の距離でやれ。30万にもいれば後ろのお客さん見えないですよね。だからまあもう粒みたいなもんでしょうね。だからスクリーン新しいんですけどね。外はだけどパンチありましたね。豪快ですね。後ろの後ろまでですね。これで2度目の防衛に成功です。判定でした。でももう小泉さん勝ったと思ったでしょ。まあその勝ちはまあ動かなかったですけどね。できれば私は倒してほしかったんですけどね。これだけのね地元での試合ですからね。そしてその後3度目の防衛戦は日本の平中選手とやりまして8ラウンド TKO 勝ち。そしてこれが4度目の防衛戦です。相手はマニュエル・メディナ。これリターンマッチですね。そうですね。この選手相手に東京の後楽園ホールで、タイトルをかけて対戦しました。で手に入れた現在のタイトルです。このラウンドルイスはまあやはり左が良かったんですよね。ただちょっと練習方って言いますかオーバーワークだったんですよ、はい、今この試合2度3度伸びましたかね。あルイス自身もそのまあトレーニングの調整が難しかったと思うんですよね。ワンツーレフトクでアリスって言ってるんですね。アリスっていうのはタガログ語で動けっていう意味で、叩いてはそれでサイド動け。ここでバッティングだったんですね、はい、球がねこの後にこのラウンドダウンを取るんですけどね。レフリーちょっと見過ごしたんですけれど、あの得意の左フックでダウン取るんです。これですね。これはダウンですよね。カットがひどいのでここでやっぱり試合が止まってしまいます。小泉さん、これで負傷判定になるんですね。負傷判定ですね。これは右側ですね。で左側の方は止まったんですけどね、右側はもう、まあ、深くてそして幅も広かったですね。この試合を終えて、防衛に成功、そして日本に来てくれたんですよね、スタジオに来てくれました。そうですね、まあ、日本で目の、はい、手術しまして、それの再検査の時に日本へスタジオ出演したことありましたね。はい、ということです。で、今回5度目の防衛戦の相手として迎えますのがランキング1位です。これまで無敗を誇っているアルゼンチンのカルロス・ディオスです。こちらのプロフィールも安田さんお願いします。はい、
それでは挑戦者のカルロス・リオスの、経歴そして戦績見ておきましょう。これまで無敗を誇りますカルロス・リオス、アルゼンチンサンタフェ出身の26歳です。92年にプロデビュー、軽量級とは思えない強烈なパンチで対戦相手を次々にマットに沈め、93年から94年にかけて5試合連続1ラウンド KO という記録も残しています。おととし96年は7戦7勝5 KO 勝ち。この中には世界挑戦の経験を持つカルロス・ウリベを3ラウンドに倒した試合があります。国内ではすでに敵なし、ランキングも1位に上がり、今日指名挑戦者として世界タイトルに初めて挑みます。戦績は41戦39勝1引き分け1無判定、39勝のうち29の KO 勝ちがあります。マネージャーとしてこの挑戦者の情報としてはどういう情報が入ってきてたんですか？4試合ビデオを取り寄せたんですけど、まあ、小型レイ・ブンブン・マンスインですね。非常にその突進力があってですね、特に右の叩きつけるようなフックですね、右のクロスが強いですね。でルイスはちょっと左が低いんですよね、だからこれはちょっと怖い相手だなということでですね、交渉過程でこの試合はぜひともフィリピンでやらないとアルゼンチン行かされたらたまらないなっていうのがあってですね、それで長引いて、その間にフィリピンの経済不況が訪れましてね、なかなか試合が決まらなくて、私試合決めるために8度フィリピンに行ったんですよね。交渉のためですから、ルイスとはそのジムでトレーニングしてる時に、そのルイスとの奥さん、ビジネスマネージャーのマリシェリー、はい、そしてルイスとの義理のお母さん、はい、この3人のコンビでそのいろんなスポンサー渡り歩いたんですよね。だから決めるまで苦労しましたよね。さあ、早速それでは試合をご覧いただきたいと思います。WBC 世界フェザー級のタイトルマッチ、昨年の12月6日です。フィリピンのコロナダルで行われたものです。WBC 世界フェザー級タイトルマッチ、チャンピオンルイスと小泉対1位のカルロス・リオスの一戦です。この会場はどういった会場だったんですか、小泉さん？サウスコタバトのスタジアムなんですけどね、はい、まあ約3万人入る陸上競技場ですね。あそこにトラック見えますよね、これが民族舞踊ですよね。さあ、チャンピオンがコールを受けました。これから入場してくるわけです。まあ、先ほど浜さんがおっしゃいましたけども、この入場のね、馬車に乗ってきたりと、いろいろな入場の仕方をしていますが、今回もまた少し趣が違うようです。ちょっとリアカーみたいなのに乗ってくるんですよね。それが不安定なんですよ、それで私は、まあ後で映ってると思いますけど、ルイスとの手を持ちましてね、はい、ひっくり返るそうになったら俺につかまれと補佐していたわけですね。ベルトが先導しています。 WBC のベルトです。すごいですね、大名行列のような格好ですけれども、この試合ですが、WBC の指名試合です。当初の予定からすると、これ、再三、これも延期になったんですよね。そうですね、伸びてきました。まあ、9月の予定が10月11日、そしてその結局、12月6日まで伸びたんですね。本当は10月11日に試合をして、年内にクリスマス前にノンタイトル戦やりたかったんですよね。タイトルマッチ自身がこんなに伸びてしまったんです。試合会場は陸上競技場、これはフィリピンのミンダナオ島にありますコロナダルというところです。ミンダナオ島っていうのはですね、北コタバトと南コタバトがあるんですよね、はい、まあ、共に軍なんですけど、プロビンスなんですけど、北コタバトっていうのはゲリラとか追いはぎとか強盗とかがいてですね、まあ、海外のニュースでもよく載ってますけど、政府軍とそのゲリラ軍がドンパチ、よく銃撃戦やるんですよね、はい、ちょっと物騒なところなんですね。その北コタバトのゲリラたちが南へ降りてきて、ルイスと誘拐する危険性がある。だから護衛がつきましてね、はあ、例えば試合前にですね、ルイスともし誘拐されたら、その興行者お金出してでもルイスを取り返さないといけないでしょ、そんな噂もありましてね、私にまで専属のガードマンがついたんですね。そうですか。さあ、ようやくリングに
到達いたしました。今レフリーが映っています。ジェイ・ネイディのようです。大きいでしょう。世界で一番大きなレフリー。身長195センチ、一番目立ってますね。ご覧のようにトラックのところまで、なだれ込んできましたお客さんです。小泉選手、ルイスと小泉はどうでした、この時の体調、あるいはこう気持ちの高ぶり。要は、まあ、前回でちょっとオーバーワーク凝りましたからね、厳しく言ったんですね。あのトレーナーは、ルイスの親父さんであるあのパパディオ・エスピノサなんですけれど、はい、パパ絞りすぎたらダメだよ、この前で失敗してんだからと、ええ、だから試合の1ヶ月前は調整期間、その1ヶ月前、2ヶ月前から1ヶ月前まではここは走り込んでハードトレーニングしていった、スパリングも10ラウンドやっていいと、ええ、ただ最後の1ヶ月は調整をしようということでですね、オーバーワークじゃないかってそれを戒めたんで、今回はメディナ戦よりも調子が良かったんですね。ああそうですか。というルイスと小泉が今日は5度目の防衛戦です。浜さん、最初に聞いておきたいと思いますが、はい、どの辺に注目されて、これ振り返っていきたいと思いますか。まあジェリー・ペラロサですね。はい、失礼しました。ルイスと小泉のハメド戦に向けてですね、そういった調子の仕上がり具合、そして、はい、やっぱり何回も中心になるとですね、コンディション調整難しいんですよ、はい、まあ、ヘビー級選手だとまあウエイト調整も一転しておけばいいんですけど、あの落とし方っていうのもあるんですよね、そういったところで仮に1ヶ月1回で伸びるんだったらいいんですけどね、1週間ごと伸びていったやり方っていうのは一番難しいんですね。あ、さあ、それではリングアナウンスを聞いてみましょう。He's fighting out of the red corner. He weighed at 125 and a half pounds. He was born and raised in Provincia de Santa Fe, Santo Tomé City, Argentina. He's 26 years old. He has a record of 39 wins, 29 knockouts, no loss, one draw, and one no contest.Ladies and gentlemen, WBC rated number one featherweight from Argentina, ladies and gentlemen, Carlos Alberto Ramon Rios. ランキング1位の挑戦者です、カルロス・リオス。まあ、3段目というのはですね、カルロス・モンソンとかですね、神山選手と戦ったフリオ・セサル・バスケスが生まれたところですね、はい、合計4人ぐらい世界チャンピオンが出てると思いますね。リストの生まれはトンドですね。トンドっていうのは、まあ、東洋でも有名な貧民窟があるとこなんです。だからそこの生まれなんですね。ルイスと小泉エスピノサです。30歳、 WBC 世界フェザー級のチャンピオン、これが5度目の防衛戦になります。まあ、彼は16人兄弟でですね、もう、まあ、パパにとっては奥さん2人なんですよね。あ、8人ずつ子供ができましてね、男の子全部ボクサーにしたんですね。その中で、まあ、素質のあるの、そして現在も戦ってるのもいますけれど、はい、まあ、ボクシング一家ですね。ラスベガスの大きなレフリーです、ジェイ・ネイディ。まあ、白井義雄さんと戦ったレオ・エスピノさん、はい、あるいはですね、まあ、ライト級の東洋チャンピオンだったボニー・エスピノさん、はい、その辺もみんな親戚ですね。でパパはですね、まあ、現役時代海老原さん、それからファイティング原田さん、中根義雄さん、田辺清さん、この辺りとグローブ交えてるんですよね。あ、そうなんですか、はい、4年間フィリピンのフライ級のチャンピオンだったですね。今注意を与えています。上空はたっぷりと遅れています。いや、ちょっと薄明かりが残っていますか。まもなくゴングです。時間にして何時ぐらいですか、向こうの時間の。向こうのですね、5時半を過ぎましてね、それでこの時間5時45分ぐらいだったと思います。というのは暑かったんですよ。で、日が落ちるまでは
リングに上がらないって、5時半より前にはリング上がらないって私は宣言したんですね。はあ、さあ試合が始まりました。だから入ってくるときは日がまだ明るかったでしょう、これ1ラウンド目したらもう日が暮れてるでしょう、何かこう手元の記録によりますと30度あったということですね。30度ぐらいなんですね、温度下がって30度ぐらいですからね。だいぶ蒸し暑かったという記録です。左を出していきました小泉、ルイスと小泉、あの作戦としては一番最初に何を与えたんですか。もうあの距離のこと、あのタガログ語で、まあ、スペイン語も同じなんですけど、ディスタンスやって言うんですね、はい、ルイスとディスタンスやだよ、自分の距離で戦うんだよと。その辺を頭に入れて遠目遠目に構えます。これが42戦目という挑戦者カルロス・ディオス。実力をつけましてランキング1位をキープしています。これが世界初挑戦というディオス。一方5度目の防衛戦のチャンピオンボディ打ってきました。ルイシュッと左簡単になります。今の左大きいのは入りましたね、あれで目を切りましたね。 あの最初のあの左フックで右目カットしたんですね、パンチによる傷なんです。あれは声援はルイ、ルイって言ってるんですね、ルイスとの相性ですね、ルイ、挑戦者が右目尻をカットしたようです。まあ、昔ベアナックル時代はですね、はい、ファーストブラッドって言って最初に血を出すのはどっちかっていうので、それも一つの賭けの対象だったんですね。だからやっぱり相手に出血を招かせたっていうことでですね、お客さんにちょっと騒いだんですけど、まあ最初の左フック、そして右のあのフックのダブルトリプルですね、それはちょっと当たりましたね。ちょっと注意を受けます。ローブローもそうですが、先ほど頭も当たったようです。距離をしっかり置いています。ルイスト、今クリンチの時に打つなっていう注意を受けたんですね、はい、右から左を返していきます。挑戦者パトコーナーに入ります。左から。見事なカウンターです。このリオスもボムを振り回してくる選手ですね。ドンピシャで入りました。今左フックうまく入りましたね。これゴングです。第1ラウンドを終えています。マハマさん、これは文句なしの10対8でしょうね。そうですね、まあ、でもあのこの両数迫力ありますよ、はい、あのルイストが小泉さんコーナーに詰められましたよね。そうですね、まあ、ルイストもですねヘナロエルなんですと同じでですね、そのロープ詰まって左フック合わせるのが好きなんですね。ただそれはあんまりやりすぎるなって言ってるんですけれど、やっぱり修正でですね、だから今の場合はこれ成功した場合ですよね、はい、ロープへ詰まるっていうのはですねやはり危ないんですよね。まあジョーメデルじゃありませんからね、ロープ際の魔術師いつもやれるわけじゃないんで。まあしかしそれにしましても見事に入りました。 VTR で見ましてもタイミング浜さん良かったですね今ね。抜群ですね、まあ、あとリオスの方の迫力もあっていいですよ、ウイストが、コーナーから出てまいります。小泉さんの姿も見られました。西出さんもついてるようですね。そうですね、私に止血の方法を教えてくれたのはあの西出兵一トレーナーなんですけれど、はい、神話ジムにいた方なんですけど、まあ、彼の息子さんが西出健一さんで、一時期あのリカルド・ロペスのトレーナーしてましたね、
まあ、私にとっては弟みたいなもんで、ずっとだからメキシコ以来手伝ってもらってるんですね。ああ、そうなんですか。でスパリングパートナーも常にメキシコから本当にいい選手をあの西田さん経由で2人使ってるんですね、はい、あルイヒト相変わらずの肩幅を見せています背中。まあ、背中の筋肉ヒットマッスルって言うんですけど、ルイヒトの場合はヒットマッスルがすごいんですよね。いいですよね、逆三角形ですからね。浜さん、あの挑戦者のダメージの具合というのはどう捉えることができますか。派手なダウンだったんですけどね、この選手タフですね。本当にタフだと思いますね。挑戦者のリオスは26歳です。ルイヒトが30歳。本当にルイヒトはあのコーナー好きのようですね。割とロープに詰まります。自ら行くようです。本来カウンターパンチャーなんですね、はい、引きつけてガツンっていうのが好きなパターンなんですよね。わーとこで用意したんですか。これはバッティングなんですよ。あ、聞いてますね。ところがですね、コーナーこれ あの青コーナーを私たち選んだんですよ、はい、チャンピオンなんですけどね、はい、後ろから見てたら倒されたと思ったんですよ。ダウンしたと思った。あー、今のダウンじゃないんですね。ダウンじゃないです。これ頭がぶつかったんですよ。はあ、あそれでですね、ここでね、コーナーしたからね、ワンミニット、ワンミニット、行ったんです。はい、ワンミニット、1分。1分休ませてくれ。あただ、ルイスとまだフラフラしてるんですよね。はいはい。まあ、リオス、頭から突っ込んできたんですね。ルール上、そういう措置を取っていいわけですか。まあ、あれ、反則ですからね。はい、だから、まあ、レフリーの判断により。3分ないし5分、まあそのまあダメージの程度によるんですけれど、うん、例えばローブローなんかと同じですよね。あ、なるほどね。さあ、しかしルイヒトは戦い始めました。これ完全な回復はしてなかったんですよ、ね、だから1分間そのまま使えばいいのに、ええ、あちょっとちょっと、危ない危ない、ダメージまだありますよ。かなり攻め込まれています。リオス大きなチャンス振りほどきます。もうここはピンチですよね。攻め込まれています。離れました。もう一回いきます。あのバッティングダウンでですね、1分間休みがあるのに1分間休み使ってないんですよ。ルイスがもう行けるっていうんでもう向いてしまったんで再開されたんですけどね。だから帰ってきた時にですね、ぼやーっとしてたですね。でその後リオスの強いパンチ食ってましたからね。第2ラウンドを終了しました。浜さん、第2ラウンドはどう見ますか。いや、 やっぱりあのリオスのポイントですね。さあ、そのこれバッティングなんですね。もう頭ですよね。パンチ当たってないんですよ。このアングルがよくわかるでしょ。わかりますね。頭なんですよね。パンチは当たってないんですけど、私はルイスの背中から見てましたから、あのリオスの右フックで倒されたんだと思ったんですよね。レフリーのジェイネイリーはちょうど横から見ていましたから、あの間違いなく判断できる場所です。それでこの時は減点はなしですか。減点はなかったんですね。まあ故意のバッティングでなしに、まあ、あれも一種の偶然のバッティングと見たんでしょうけどね。戻ってきたルイヒトを見てどう思いました。いや、ぼやっとしてるんで大声出して、その、まあ、要するにディスタンスやですね、ええ、自分の距離で戦い、でストレート打つんだストレート。あのルイスは左フックが好きで、どうしても左フック使いすぎの傾向があるんです。で空振りした時に距離が相手がその詰まりますから、はい、ディスタンスやストレートですね。ボディ打ちました。
浜さん、しかし挑戦者からしたらこのラウンドはチャンスですよね。そうですね。ただやっぱりルイスと小泉一発はありますからね、はい、不用意にはさっきのラウンドバッティングの後行くだけ行きましたからね、それで、粘られたらっていう警戒感もあるわけですよね。あ、なるほどね、はい。第1ラウンドはルイストがダウンを奪っています。さあ、いきます。よし、まあ、このラウンドはですね、ともかく距離取ってちょっと目が覚めるのを待つという感じですね。はい、とにかくそうですね、動いて動いてね。ルイスト、ルイストって言うとふわっていう感じだったんですよね。まだこの辺りも反応が鈍いんでしょうかね。動きはおかしいようですね。この辺りもまだちょっとですね、シャープじゃないですね。入ってきた時に出番を叩かないといけないんですけれど、まだちょっとはっきりしないんですよね。いや、そのぐらい強烈なあのバッティングだったんです。ここでリオスがですね、ガーッと攻めてきた、来てたら危なかったですよ。まあ、それが分からなかったのか、先ほど浜さんが、この一発ですね。だからこれを警戒しながら、中途半端な警戒ではあったんですね、あのリオスも。やっぱりこれはいいダウンでですね、その、まあ、レフリーあとちょっと話したんですけど、あれで終わったと思ったらしいんですね。ところがリオスすぐ立ってきましたからね。追い打ちをかけます、ルイスト。なるほどな、あの一発があったからやっぱりいけなかったんでしょうね、ダウンを奪った時も。だから、まあ、警戒するんだったらもっと警戒しながら、行くんだったら行くという、やっぱちょっと迷いがあったでしょうね。なるほどね。第3ラウンド終了ですが、ルイストがダウンを奪いました。まあ、3ラウンド目をですね、まあ、その大きなパンチ食らわなかったせいかですね、ダウン取ったせいだと思うんですけどね、ルイストはちょっと目が覚めてきましたよね。これでダウンを奪いました。あのコーナーの作戦としてはどういう指示を与えたんですか。だから、リオスはもう出てくるから、はい、あ、出鼻をストレートパンチで叩こうという作戦だったんです。このパンチはですね、試合前ちょっと練習したんですね。というのはサドンリー、突然にっていうのはタガロコでどういうんだって聞いたんですね、そしたらビギラっていうらしいんです。あれビギラパンチなんです。っていうのはですね、左から常に出しておいて、リオスからするとですね、常にルイスは左から出てくるんだと思わせておいて、急に時々たまに右から出せる、それがビギラパンチなんですね。だからあれが出たんですよね。まあ、突然のパンチっていう意味なんです。サドンパンチっていう意味ですけど、いきなりの右が見事にヒットしました。ただ暑かったんですよ、ええ、で風がないんですね、なぎみたいに、で本当はそのセサルソトの試合みたいにもっと足を使うのも手だったんですけど、だから体力の消耗を避けながらですね、ひょっとしたらこれ長い試合になるかもわからないんで、スタミナの配分もコーナーとしては考えながら戦ってたんですね。まあ、しかしこのリオスタフですね、あれだけな派手なダウンしながら、まだ動きは鈍ってないですよ。本当にそうですね。まあ、体はその小柄ですけど頑丈な体してますね。でやはりあの精神的にもですね、やはり肉体的にもタフな選手だと思いますね。世界一位も上がってくるだけあって、一時期まではですね、 WBA も WBC も世界一位だったですね。ああ、そうなんですか。また呼び込みます。
あれが好きなんですよね。引いといてグッと左持っていきました。あれ浜田さん、思わず相手としては飛び込んでいきたくなっちゃうんでしょうね。まあルイス・コイズムのいつも大きな打ち方ですね、あの左フックは、はい、あとこれは低いかったようです。これは限定、いや違いますね、注意だけです。注意ですね。まあ、ただ、まあ、ローブローにはなりましたけど、タイミングとしてはあのボディを打つというのはいいことなんですね。で、あのボディからできれば左フック上までその返せるチャンスがあったらできるだけ下から上、下から上、ボディ叩いて上ですね。でもっと左を出したいですね。あそこもいきなりの左はもうできるだけ出さないようにしようっていうことなんですけど、やはりルイスとはですね、左利きなんですよね、はい、だから左で強いんですね。そして左フックに自信持ってますから、来た時にその自分の左フック顎をかすると相手は行くっていうぐらいの自信があるんですよね。さあまた攻め込んできます。左を合わせましたルイスト。相手がサウスポーの場合はあの左フックは有効なんですよ、はい、相手の顔面に近いですからね、ただ右の選手の場合はやはりジャブついてから左フック、あるいはワンツーから左フック、これがまあ基本なんですね。第4ラウンド終了しています。この試合もよく入っています。まあよく入ってましたよね、まあ、フィリピンにいろんなその偉大なチャンピオンこれまで出てるんですけれど、まあ、フラッシュエロルデとかですね、そのサラバリアとかいたんですけど、ミンダナオで防衛戦したチャンピオンはルイストが初めてなんですね。ああそうなんですか。これは当然国内は放送があったんですか。まあこれ事後談になるんですけれど、そのこのコロナであるからですね、フィリピンは実況中継ができなくて、はい、でそのフィルムを輸送してセブ島まで行って、そこから、夜9時からですかね、その3時間遅れぐらいでその放映する予定だったんです、ところがその飛行場までそのフィルムを運ぶのが遅れて飛行機が出てしまったんです。だからフィリピンの当日の中継はトラブルでなしになったんです。それもアクシデントだったですよね。ずいぶんいろんなことがあったんですね。自分の国でやってその日の世界タイトルマッチ中継ないっていうのは考えられないですね。小泉さんが行くときには相手の国アルゼンチンにも中継が行くという話があったんですが、それはそちらはじゃあもダメだったんですね、当然ね。だからアナウンサーと解説者がもうすぐフィリピンから映像が入りますって言いながら引き伸ばして引き伸ばして1時間が終わって、はい、申し訳ありませんで終わったらしいです。結局最後謝って終わったんですか。第5ラウンドです。小泉さん、このラウンドの指示はもう行けという感じなんですか。ちょっとまあ目が覚めてきましたからね、だからあのストレートパンチでできるだけその、来た時には出鼻を叩けと。だからジャブのスピードがちょっと戻ってきましたよね。あもっと左を出すべきなんですよね、はい、まあ、バッティングをもらってしまいました第2ラウンド。そこからちょっと動きがおかしくなりましたが、ルイスとダウンを取ったということもありまして立ち直り見せています。おっと危ない、右を狙います。左、なかなかこのリオス迫力ありますね。ありますね。さあコーナーに詰まりました。右へ飛び込んでいきます。一回レフリーが入りました。今かぶせた左ですか。左フックから右アッパーですね。まあ、あと別アングルのダウンシーン出ると思いますけれど、はい、
左フックが当たってそれが効いてたんですね。あそれ左フック右アッパーですね。あこれは効いてますね、あそうですか、これは効いてますね。左がまた当たりました。もうセコンドとしてはもういけいけですか。まあここはですねもうルイスとのあれ、まあ、本能に任せてるんですよね。ああそうですか。だからもう、もちろんゴーサインなんですけど、ね、はい、ただ時間がちょっともう残り短いこと知ってましたからね。なるほどね、だからもういけるだけいって、はい、次のラウンド、次のラウンドにこれゴーサイン出したんだよね。はい、ルイスと小泉またまたダウンを奪いました。これが1ラウンドで取りまして3ラウンドそして5ラウンド3つ目のダウンになります。私たちのコーナー面白いんですよ。私が指示するのはタガログ語で説明するんです、ええ、簡単なコーナーへ詰めろとかですね先に打って回れとかもうタガログ語で言うんですよ、はい、とか私のタガログ語はやっぱり発音が悪いらしいんです。それでそれをあのパパディオエスピノサがですねもう一回再確認するんですね。でコーナーの下でパパ次のラウンド行くぞっていやマネージャー ワンモーラウンド待とうとかそこで話し合ってそれで次のラウンドを指示するんですよね。ルイストは英語はできないんですよねほとんどね。英語は聞くことはできるんですけれどそのルイストの語学力っていうのは分からないんですよね。先日スタジオに来た時も全て奥さんであるマネージャーがね助けてました、まあ、あの聞くのは聞けるんですけどね、さあ第6ラウンドです。ただ大事なことっていうのはですね例えば日本の選手にレフトっていうのと左っていうのとどっちが頭に入るかって言ったらやっぱりその国の言葉で言った方があるでしょ。とっさの場合は確かにそうですね。さあ決めに行っています。このラウンド出てますよね。例えばですねフィリピンでワンツーっていうのはカリワカナンっていうんですよね、はい、カリワカナンってカリワっていうのは左右左右っていうんですよね。ああこれが効きました、これが効きました。押さえつけるような右ラッシュします。ゴーサインかかってますがこのラウンドいってますね。左で狙いをつけて右を絞っています。あの左で狙いつけて右打ち込むっていうのはこれではハンズ戦法なんですよね。ああはいはい、まあ、ルイストはハンズが好きでですねそのこのハンズ戦法ですねこれもルイスト得意なんですよね。あ表情を見て止めました。ジェイネイディレフリーもうフラフラだったですからね、はい、本人は直してだと首を振っていますがちょっとふらついてましたね。まあ苦しかっただけに嬉しそうですね。5度目の防衛に成功です。ああそうですねこの表情一番嬉しそうな表情を見せてるかもしれませんね。後で話したんですけど2ラウンド目に首筋に食ったパンチはものすごく強かった。今までアレハンドロ・ゴンサレスセサルソトっていうのが一番パンチが強かったけどそれどころじゃない、ええ、カロス・リオスが一番パンチが強かったっていうんですね。見事5度目の防衛に成功です。ただまああと反省なんですけどこれはマネージャーの私の責任もあるんですけれど、はい、もうちょっとウォーミングアップしてから出すべきだったんですね。もうともかくフィルムを飛行機に乗せてその背びれ運ばないといけないんで、この地元のまあこのコロナダル軍が来てあの工業者だったんですけどせかせるわけです。それで待てって言ったんですけどあと5分ウォーミングアップタイムが欲しかったってルイスは。だからリング上がってからですねコールに蹴るまでルイスはかなり今日はなんかリング上がってよく動くなと思ってたんです。もっとウォーミングアップしたかった、ちょっと体のキレがその自分は良くなかったと思って、まあこれ反省なんで。The overflow crowd here at the South Cotabato Sports Complex in jubilation at the spectacular victory. 今、傷口をチェックしています。まあ試合は無事勝利で終わったんですけれども、まあこれも後日談と言いましょうか。その
まだまだ引き続いている話なんですが、ファイトマネーをめぐるトラブルもあったらしいですね。まあ現在もまだ続いているというお話ですが、そうなんです。まあボクシングの世界では試合の前日、計量の後にファイトマネー全額もらうんですけど、これですこれです、これが効いたんです。これでもう相手がもうグロギーになったんですね、はい、これがハン戦法ですよね。Luisito Espinosa. Beautiful left. Ambassador Roberto Sebastian to award the trophy. まあファイトマネーの話ですけど、結局その軍ですよね。そこの知事さんがお金を用意できなかったんですよね。はあ。それでもう揉めましてね。そしたら試合中止だって言って、私その行ってテーブル叩いて怒鳴り回ったんですよ。はい。そしたらですね。役人たちが俺たちに対してそんな怒鳴るのはいいけれど、知事に対してそんな口の聞き方をすると、知事の護衛の中の血の気の多いやつがお前射殺するかもしれないぞ。で殺せるもんだと殺してみろって、そこまで険悪な雰囲気だったんです。あ、そうですか。だけどもうこれだけ3万人も入ってますね。フィリピンに中継もあるっていう試合、そのキャンセルできませんから、結局燃焼、これが知事ですよ、はいはい、その右側の白いシャツ着ての念書にサインさせて、フィリピンのコミッショナーも連帯保証人になって、それ入れてもらって試合したんですけれど、あ、これローランド・ナバレッテなんですね、左側に元世界チャンピオン、あのタンクトップ着てるのに隠れてしまいました、はい。まあ、そこまで念書まで取ったにもかかわらずまだ払われてないということらしいですね。だから、まあ、ルイスとはですね、まあ、非常にそのこの試合トラブルがあって、まあ、マネージャーの私の責任もあるんですけれど、まあ、フィリピンの国っていうのはですね、大変な国だなって言って、私はちょっといい経験しましたね。人生観変わった思いしますね。あ、そこまで苦労されましたね。まあでもこの勝利がね、大部分を慰めてくれたじゃないですか。やっぱりプロですからね、勝った嬉しさは半分あるんですけど、やはりルイスもそうでしょうけど、私たちお金欲しいですよね。確かにそうですね。でこれルイスにはそういうことは全然知らせなかったんですね。それで試合終わってホテルの部屋帰って、ルイス実はお金もらえなかったんだって言って言ったら、ガクーンと来ましてね、もうまるで負けたみたいな。これ最初の左フックですね。これは相手にもらったパンチより浜田さん、ある意味聞いたかわからない言葉ですね。別の意味でダメージだったんでしょうね。ただちょっとこの試合は、まあ、マネージャーとして私の責任でもあるんですけど、ちょっと滑らかさが欠けたのもちょっとウォーミングアップさせるべきだったんですね。これは小柄な選手に対してこのちょっと左で押さえつけて打つっていうのは効くんですよね、はい、ただあんまりやりすぎるとレフリーに注意されます。だからたまにやるテクニックですね。